今日のセカンドチュンの動画、今日はね、今日はあれです。あの、前回大会に行きましたって言った時の、もらったものを開けていこうと思います。ドゥルン。はい、大会の参加賞の、アドバンスドトーナメントパックでございます。はい。多分本当はわかんないです。1個しかもらえないのかな。なんか参加者が少なかったせいか、店長さんの、ちょっとおごり的な、よくわかんないですけど、4ついただきました。開けていきましょう。入ってるカードがね、結構、何かと使えるんですよ、ここ最近だと。見えるかな？インボーカー、サンダードラゴン、増装剤、融合のあれ、ディノインフィニティ、衝動のサンダードラゴン、これは微妙ですね。再融合、パラドックスフュージョン、ブレインハザード、トークンと。まああれですな、12CC で使われるベイゴマックス・タケトン・ボーグコンボで33でエクシーズしてインボーカー出してインボーカーの効果で素材切ってデッキから10選手を特殊召喚するで、モルモラットで、もうパンパンパンっていくコンボがあるんで、まあインボーカー狙いじゃないですかね。インボーカーが出たら嬉しいぐらいの感じで見ていきましょう。ほい、あ、ダメでした。再融合とパラドックス・フュージョン2枚しか入ってないのもね。じゃあもう一パック。ああ、インボーカーが出てくれたら、嬉しい感はあります。来い、頼む。頼む。はっ！ああ、まずいよ。この2枚でした。こっからです。こっちのね、なんか、優勝とか入賞した方のこの金色の方は、レアが入ってるんで、こっちでワンチャンパラレル、ん？パラレルか、パラレルインボーカーが来たら最高にハッピーです。おお、待って、来た、インボーカー来ました。パラレルか、え、パラレル、あ、パラレルだ。ちょっと分かりづらいんですけど、一応キラキラしております。インボーカー、よっしゃ、もう一パック。もうさすがに2枚目はないっしょ。はい、もう一枚もインボーカーなの？うわ、すごい。だけどインボーカー2枚出ました。これはもうかなりの当たりではないでしょうか。もうインボーカー当てゲーみたいなとこあるんで。というわけで今日のセカンドチューンでした。遊戯王なんか最近とても楽しいです。おやすみ。